透明には見改めて近くで。まあ私は今別のこういう世界観のゲーム。え、シノノ、いつ、え、別に近未来風の建物、廃墟。キリト、あんたそうやっていつ、しかも必ず当ててくるんだから。すみま、おそらくその変遷って何。簡単に言うと一定周期で起き、ただこの ALO 元の仮想世界に半分混ざってる。自然豊かなファンタジー世界と廃墟がミックスされ、これもそのペルソ、しもべ、メタトロン、いやまたそのように新顔が加わるたびに私はこのようメタトロンさん、今世界の状況全てを理解する、この2つの異なる世界が合わさったこの状況を作り出したのは偶発的極意の妖精。この世界には神の力、私たちの世界から流入し続けるデータの流入、そのようです。しもべた、あの空間より私たちの世界、つまりペルソナ。でもそもそもどうだろう、侵食を願っていたわけではなさそうだ。そう考えると私はあの影のなり、ありがとう、言っておきますが私自身も元の世界。あ、え、し、はい、そうか。向こうに戻る方法が見つかったのは、とはいえ最後まで付き合ってもいいだろうか。うん、もちろんで、むしろお願いしたいところだわ。ありがとう。ではどうした、私の姿がそんなに珍しいのか。あ、悪い、見事な黒だねと思って。そういうキリトの黒いそうだよな、自分で選んだのか。そうだな、黒をまとうようになってから随分経つけど、苦労して入手した最初の装備が漆黒のコートだったの。それ以来ずっとこんな感じだよ。うん、なるほど。では入手した装備が赤だったら今頃は赤の天使になっていたのかもな。それはどうかな。我々のアバターはプログラム、くらいやがれてめえ、これでもくらいな。ぶっ潰してやる。別ゲームに、基本的にはそうなのです。ただスカーレットレインは、つまりあれの片方は他の誰かが、もしくはご、私たちは会ったこともないから知り合い、同じバースト。そうですね、そんな検証をじっくりしてる間に弾幕の中にもう一人、レパード。おい、ネガビども、わざわざ助けに来てやったんだから、さすバッカ野郎くて、どっちもおだ、よし、そうだな。え、今でこそ黒と赤のレギオンは同盟を結ぶ、我々とライバルでもあるやつが、そう簡単だから、偽物は。待たせたな、バカ、来んな、あの弾幕変えてくるの危ないだろうか。でも見てるだけなんて無理だよ、俺たち仲間だろ。黒いのここで会ったの100年目、てめえをぶっ倒す。貴様、偽物には違いないが、ニコの記憶を持っているようで。一緒にすんじゃねえよ、私はてめえらとの割合なんざ死んでもごめんだね。クライアガレ、消えてやれ、クライアガレ、これで消えてやれ、クライアガレ、私は怒っている。
ミコの姿を真似するなんて絶対に許さない。それは僕も同じです。でも僕はミコとはいがみ合って戦いたくない。たとえそれが偽物であっても敵の強さ、本物と寸分たがわない。冗談きついぜ黒雪、あんなの私の実力の半分もねえよ。なるほど、威勢だけは比べ物にならない。えぇーえぇーじゃねえぞ。実力はこんなもんじゃねえよ。うぜえよお前ら全員消えちまいな。うわあ、死ぬぞみんな。クロウたちの助けがなければ。いやいや、おお、ハルユキ、なんでか知んねえけどお前そのアバター、うるさいな。ニコもはじゃーん、これがニコちゃんのアバターだ。どうだ、リアルと同様に可愛いだろう。私はこの姿になった。なんだよ晴雪、ジロジロ見て。ふむ、わっ、てめえやめろ。ぐはっ、切るなよニコ。うっせえ、ふざけたこと。何か見つけたの？ああ、こっち、どうやら偽物を倒したらドロップしたっぽい。名前はプロミネンス。重要なアイテムだろうな。キリット、ああ、この世界の住人で新たな仲間たちだ。みんな紹介しよう。つうことでよろしくな。ああ、ニコニー、パドはよろしく頼む。さて、この草原フィールドは大体ポータルはまだ町と他のフィールドにはどうやって行ったら。そうだな、見落としてる場所は。じあ
ああ、すまないね。you
よくやった。おめでとう。プレゼント。
私で頼む。バースト！ストーリー！これで消えてやる！
面白いじゃないか。こいつはまずいな。キリト、無理はするな。油断は禁物ですよ。そこだな。まさかやられるとは。何をしている。なんてことなの。これを使おう。次はうまくやるさ。回復するぜ。回復するぜ。助かったよ。